フォームはいいのにコントロールが悪い。打点が合わない。それはあなたに球感がないだけ。その正体は定位能力。テニスの定位能力の理論と実践。詳しくは概要欄で。はい、テニシャガです。今日はですね、コーチからこう選ばれてこう上に上がっていくようなこう、何をもってね、その子はできると判断されるのか、その判断できる要素ですね。またこう、この子は伸びていくだろうというふうに、コーチは判断して、そういうことを、そういうできそうな子を引き上げていくんだけど、何をもってそれをできると判断してるのかとか、そういった一旦何なのかとかいうね、それについてちょっとお話をしていきたいと思いますね。これはなんですかね、これは必ずしもというわけじゃなくて、そのコーチの方々の見方ですからね、あくまでもね、それが正しいかどうかっていうのは、別として、考えてください。主観的なもので聞いたものを伝えてるだけです。で、それとはまた別に私の主観的なね、ちょっとお話もちょっとしていきたいと思いますね。まずね、覚えがいい子ね、なんかこう、スポンジが水を吸うように、何でもこう、ぱーっと吸収する子っているんですよ。だからそういうことはすごい才能が満ち溢れたようにこう感じるから、やっぱりコーチはこう今のうちにこういろんなことを学ばしていけばとこういうふうに思うので、確かにそうですよね。教えばもうなんかこうどんどんこう吸収していく、感じですから、コーチとかからしてもこれもっといい感じでいけばもっとすごくなるんじゃないのかとこう思うので、で、そういう場合は保護者にね、もっと休ませんかっていうふうにこう多分相談すると思うのね。で、プライベートがなんかこう選ばれて、どんどんこう、いろんなことを教えてくれると思うのね。だからこう、覚えがいい子ですね。でもね、覚えがいい子っていうものはね、これ一つ問題があって、覚えがいい子とイコール、才能ではないっていうのは大体分かってきたんですね。元々の体のその身体スペックと、スペックがいいっていうのと、物覚えがいいっていうのとまた違うんですよね、極端に言えばね。これはまた後でね、こう話をね、ちょっとしていきたいと思いますね。で、それからパッと見た時に何かこう感じさせるものがある中に、やっぱり、どうですかね、やっぱりこう、なんか知らんけど強いんですよ、こうね、こう、なんていうかね、こう、これが一つのセンスというのか分かんないんだけど、それは上手とは思えないけど、ここで意表的になんかこう、こんなボールを打つとかね、なんかこう、そんな子いるんですよ、なんかこう、ここでここを打つか、誰でポイント取ったか、みたいなね、なんかこう、なんかその持ってるこの感性的なね。なので、一見上手そうではないけども、でも、なんかこの打ち際とか、なんかゲームの判断とか、なんかこう、ゲーム脳みたいなのを持ってそうなね、なんかそんな感じの子がいたりとかするんですよ。で、そういう子っていうのは、もしかしたらこう、ちょっと、技術はあんまりうまくないけど、その技術を上手に仕上げたら、もしかしたらすごくなるかもしれないとかと思ってね、で、またお父さんお母さんに相談するんですよね。なんかいい感性持ってます。ただ、ショット力がちょっと、一つなんで、これをちゃんとやればもっとうまくなるんじゃないですか。こういうご話をしていてね、で、それでこう、なんか上に引き上げられてるとか、こういうのがありますよね。その時に、早熟な子ですね、こう、早熟ね。体格が良くてですね、他の子よりかはるかにできるんですよね。できるもんだから、教えても、それなりの覚えもいい。ゲームもそれなりに強い。こうなってくると、やっぱり、教える側としてもね、こう、すぐ戦績がこう出るもんだから、すぐ勝っちゃうんですね。なんかね。なので、いや、お父さんお母さん、ちょっとやらせませんかって、これまたこう、相談に行くんですよね。で、こういう子っていうのは、大体ね、なんていうかね、成長曲線とか、それを見てもわかると思うんだけど、他の子よりか成長が早いのね。前言ったら、大人になるのが早いわけですよ。だ当然のごとく、体力的なものとか、そういうのを比べて、他の子よりか成長早いから、うまくて当然なんですよね。これ実は才能じゃないんだけど、ここも結構ね、個人でごまかされるんですね。でもやっぱり、なんですかね、体格があって、で、成長が早いというのは、一つの武器にもなるので、育てやすさにもあるんだけど、後々それが伸びるのかってなってことね、これちょっと伸びしろはね、ちょっと、非常に少ないんだけど、これに関してはまた、日を改めてお話するとして、その時は勝てるので、小学校、中学ぐらいまでよく、結構上位にいたりするタイプなので、そういう子っていうのは声がかかりやすくなるんですよね。でも多くのコーチも含めて保護者もそうなんだけど、なんか才能があるというふうにこう思っちゃうかもしれないけど、それ違うんですね。単に成長が早かっただけなんだけど、それをなんかこう、やっぱり、他の子に勝っちゃうもんだから、もっといらせませんか、ね、将来、希望があるかもわかんないみたいなことに何回なっちゃう場合があったりとかしますよね。だからちょっと早熟なタイプ、体格で早熟なタイプと、こういうところですね。こういう子、結構選ばれたりしますよね。それともう一つね、また別のタイプでね、なんかこう、
明らかにこう動きが、ね、非常に機敏でね、あのちょこまかっとやってね、なんかこう器用にこう勝つようなこうタイプですよね。あのこれはね、何がっていうと、多くが敏捷性ですね。で、敏捷性はアキレス腱の腱反射っていう部分なんだけど、まあアキレス腱が長い人種がまあ黒人なんですね。だから黒人とかだったらモンフィスとかね、ああいうふうなこう飛んだり跳ねたりとかいうふうなあの動きで非常に得意だったりとかするわけですよね。で、そういうふうにこうあの腱反射のある腱あのジュニアっていうのはもうこれ生まれつきのもんなんだから。すばしっこいんですよね。極端に言えば、その、腱反射がない選手っていうのは、ちょっと、あの、先天的にそこに備わってないので、そこを伸ばすのってのはちょっと厳しくなるんですよ。それを同じように、あの、腱反射がちょっと短いとおかしいけど、あの、あまり腱反射がないのに、モンフィスみたいな動きよって言われても、ちょっとこれはもう、タイプが違うから難しくなってくるんですよね。なので、まあ、それ以外は先天的だろうと。だから、こう、見かけ、もう、ぴょん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 とこう、跳ねて、こう、非常にこう、素早く動けるもんだから、あの、もしかして、これは、非常にこう、速いフットワークを作るんじゃないかと。こう、確かに、速いフットワークを作りやすいんでね。で、かつ、柔軟性のあるタイプですね。どういうことかっていうと、今までこう、調べていって、腱反射があって、柔軟性のある子っていうのはね、非常に、先伸びしやすいっていうデータが出てるんですよ。なのでそういう意味では勝ちやすい伸びやすいっていうのはこうあるので、だから目と特にその動きがこう機敏にチコ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 ってやっちゃうもんだから、目につきやすいところがあるから、そういう意味ではこうね取り上げられやすいということなんですよ。ただね、問題はね、この腱反射っていうのは体育がでっかくなるとね、だんだん消えていく能力なんだよね。極端に言えば。だから、なんていうかね、その能力ばっかりに頼っちゃうとも、困るので、後々ね、なんていうかね、体が大きくなった時のにはどうすればいいのかっていうのを、頭の中にコンセプトがあって練習を組まないと、ちょっとこれもう、それだけではちょっと厳しいっていう部分はあるんですよね。でもやっぱり、ちっちゃい時には、すごく機敏な動きして、こう、センスがあるように見えるので、結構そういうことは、取り上げられやすいと、いうことが、こう、言えますよね。まあ、その他ね、なんか知んないけど、コントロールめっちゃいいって子いますよね。なんかね、こう、なんか、確実になんかこう、スーッとこうね、ミスなくこう、言えたりとかするんですよ。上手そうには見えないけど、なんかコントロール外さないよねっていう。特にコーナー制度だって、多くの子が結構こうミスして、難儀してるのに、中にはね、こう、なんかね、こう、うまくね、コーナーの隅にポン、ポン、ポンってこう、ミスなく配球できる子っているんですよね。で、そういう子っていうのは、目と手の協調性といわれる、識別能力っていうのはすごい優れてるので、なので、講師からすれば、ミスなくずるにコーナーつくもんだから、つくもんだから、やっぱりこう目につきますよね。だからそういうコース制度のいい子っていうのは、やっぱり、教えるときでも、やっぱ勝たせやすいっていうのが一つがあるし、ミスが、さらにミスが少ないとなれば、やっぱりそれはこう取り上げますよね。なので、なんていうかね、まあ、識別能力。識別能力ってのは目と手の協調性が優れる子ですね。ほぼほぼこういう子っていうのはもう、ミスが少ないので、勝ちやすいというところがありますね。以上じゃないですかね。そういう子なんか見ると、まあ、コーチは、これこうできるんじゃないのかなと思ってね、こう、引き上げていったりとかするんですよね。で、今言ったところで、一部のね、この先天的なものっていうのも、完璧には作ることはできないけど、ある程度ね、こう、100% は無理だけど、ある程度のところまで慣らしていくとか、作っていくってことはできるんですよね。で、以前にもこう、出したんだけど、天才を作るっていうのを、ブログとか情報出したことあるんだけど、作れるんですよ、多くがね。それから、今の、スポーツ医学とか、スポーツ、そういう科学が進んできて、人工的にね、ある程度作れるっていうことが分かってきたんですよね。なので、今まではたまたまね、たまたま人より成長が早かった。たまたまこの、なんていうかね、腱反射の良さのちょこまかしたのが目立ったんですね。たまたまちょうどコントロールがいいのがこう目についたんですね。そういうので引き上げられてたってことが非常に多いんですよ。ね、で、それはまあ多くがやっぱり生活習慣であったりとか、成長のタイミングによることが多いんですよね。で、天才作りはどういうことかっていうと、逆に言えばあるものとないものをうまく分析するのね、機能をまず分析するんですよ。で、これ、まあ、下見たらまた機能チェックっていうのをまた出しておきますけど、で、それに合わせて、どこが不足してるのか、どこが、足りないのかってことを、あらかじめピンポイントで押さえてやっていくのね。
やっていくのね。そうすると、これってのは、クンとこう伸びてくるのね。クンクンとこう伸びてくるのね。ただその中で、メタとの協調性だけは時間かかります。これだけはちょっと時間かかったりとかするんだけども、その他は、ちゃんとピンポイントで集中的にそこをやっていけば、クンとこう伸びたりとかするんですよね。なので、まず、分析を、我が子のね、体的なことを分析をして、でそれから、どこにこう集中してね、練習の内容、集中すればいいのかっていうことを分かった上でやっていったら、効率よく、上達していけるかな、というふうに思いますね。まあ、中にはね、もう体力的にも、ある面でもマイナス要素が非常に多い子はいるんだけども、多くがね、もうね、多分ね、ご飯食べないとかね、それから運動が今までしてこなかったとかね、で、成長がさらに遅いとかね、で、そういうのが、ね、いろんなものがこう重なってる子っていうのがいます。で、じゃあすぐできるかっていうと、やっぱりトレーニング始めて、やっぱり3ヶ月後ぐらいからやっと体の変化が始まるっていうようなもんなので、そこに関しては、もう、かなりの、ハンデがあるのは確かです、こうね。でも、やっぱり、多くの子は、もうちっちゃい頃から活発であったとか、何があったとか、それから、まあ、活発でなくても先天的な優位のあるものが、ちょっとたまたま、備わってたというものの、が、あるので、で、そこでこうね、選ばれてるっていう部分があるんだけど、まずそこをね、個別でね、ちょっとね、調べてもらって対応していけば、うまくね、まあ、選んでもらえるようなとか、また、こういう人も話をして、今後ね、うちの子はこんな感じで考えてるんですって言ってね、で、ここをちょっとコーチにお願いしたいんですけど、みたいな、こう、言い方でね、持っていったら、具体性がね、コーチとしては感じさせればね、あ、なるほどって、こんなことやってるんだ、確かにここ弱いね、で、それを一生懸命今やってくれてるんだね、じゃあ協力しようって、こうなるじゃないですか、具体性があるとね。そういうふうな、こう、なんていうかね、持っていき方っていうか、まあ、コーチのプレゼンっていうか、そういうのをやっていったら、うまくね、いくんじゃないかなって。で、悪い人ね、もう、俺は客だぞってね、コーチは俺の言うこと聞かなきゃダメなんだぞって、こっちは金払ってんだからな、みたいな、そこまでじゃないけど、なんていうかな、こう、雰囲気というかね、やって当たり前でしょみたいな感じの雰囲気でいくと、誰もちょっと、あ、ややこしいなって、揉めたくないし、やめとこうってなっちゃうと思うから。だから、ごますれと言ってんじゃないですよ。ちゃんとしたプレゼンすればいいんですよね。うちの子はこうで、こうで、そのためにこんなことやってます。で、将来できたらこのランクまで行きたいと頑張ります。そこで、まあ、コーチだったら、ここも、ちょっとこれはできると思うんですけれども、ご協力いただけますかっていうふうなことをね。そうしたら、こんなことができると思うんですって言って、それが具体的なものとして感じたらね、絶対協力してくれるはずでしょ。ね。いや、もうその袋はプライベートやりませんとか、なんかその対応しませんっていうことをもう出してるところだったら話は別としてね。で、そういうのもう協力が得られないんだったらそこはやめた方がいいと思うんですよ。ね。でもどこのすぐまであったらプライベートとかそういう枠もちゃんとあるもんだから、ちゃんとそういうことして最初はこうプライベートっていうとこから話したりしたら、やっぱりコーチ個人の時間を買うわけですからね。で、その時間でうまくプレゼンをしていってっていうことをやっていったら、うまくできるんじゃないのかなというふうに思います。なので、ちょっと今一つね、先にこう、いけない人はね、一回その担当行為とか、そういう話せる人にね、一回プライベートを、時間を作ってもらって、で、そこでいろいろ、相談も踏まえながら技術的なことをやってもらえれば、なんていうの、なんか上に上がれるようなね、技術というか、そういう能力をつけれると思うので、ちょっと一回チャレンジをしてみてください。ですね。豊岩さん、頑張ってください。